皆さんおはようございます。美しい国日本のための第2部であります。第1部ではアメリカがこの関税をかけると、それはやはりアメリカが弱いからではないかと、国内産業保護のため、そして貿易収支、国際収支、この赤字を減らすためというですねことから、強い国から来る品物にですね、関税をかけて、そして競争力を弱めて、そして国内産業を保護するという、まあそういうことだというふうにお話をしたんですが、まあそもそもこの関税をかけなければならないということは、アメリカのそれぞれの産業の弱さを表しているのではないかと。もちろんこの通商法301を適用する場合ですね、その理由が必要なわけで、もうほとんど全ての理由はですね、このアメリカに輸出してくる国、これが不公正だと、フェアでないんだということなんですね。具体的にはどういうことかというと、例えばまあ半導体、これも厳しく中国に対してですね、規制をかけてまして、中国に半導体の部品を輸出してはならない。あるいはまたですね、中国からの半導体製品、これを使ってはならないというふうにですね、いわば徹底的なですね、中国に対するこの関税政策というのを取ってるんですが、その理由はですね、不公正だと。何が不公正かというとですね、中国政府がこの半導体関連の会社にですね、企業に補助金を出していると。したがって研究開発費とかですね、普通、まあアメリカの場合、企業が研究開発費というのを上程して、そして、いろいろ研究し開発すると、まあこれが大きなコストにもなるわけですね。それをこの政府が支援することによって、まあ言うなれば、企業が負担することなく、国の予算、で、研究ができて、そして、それを使ってですね、強い競争力を持って、アメリカにこの進出してくると。こういう考え方なんですね。したがってこれは不公正だということになって、それを理由に関税をかけると、こういうことになってるわけなんですね。今、まあ、半導体の話が出ましたから、アメリカ、ではアメリカの方はですね、アメリカの半導体企業、関連企業に何か、アメリカは一切補助してないのかと、援助してないのかということになるとですね、なってちょっと調べてみますと、チップス法っていうのがあるんですね。CHIPS ですね。チップス。半導体はチップですから、チップスっていう名前がついて、チップス法っていうのがありましてね。で、アメリカのこの半導体の製造装置を作るような半導体の製造関係、それからまたいろいろこの開発をする。まあ、開発機、研究開発費ですね。これに対してですね、390億ドル。これは製造関連ですね。製造関連に、390億ドルですから、日本円にしますと 5ドル、5.5 兆円ですかね、ぐらいですよ。5兆円以上計上してるわけなんですよ。それから、中国の場合はですね、電気自動車の場合は BYD ですね、世界最大の電気自動車、それからまた有名なファーウェイというですね、通信機関係のファーウェイ、これをですね、もう名指しでこの制裁をかけてるわけなんですけども、アメリカもですね、インテルっていう会社を名指しでですね、支援してるんですよ。もうインテルだけで、無利息で約 1.5 兆円ぐらい貸してですね、それから、援助ですよ。もう返してもらわなくてもいい。差し上げますよという援助ですよ。これもですね、やはり 1.3 兆円出してるんですよ。これも、日本の報道機関で、この前報道されたと思いますが、インテルにですね、85億ドルの支援をするということがまあ決まったわけなんですね。ですから、インテルだけでもですね、2.9 兆円、約3兆円の支援をしてるわけなんですよ。これ、中国がですね、ファーウェイとかですね、BYD なんかを支援するのとどこが違うんですかね。それより規模の大きい支援をアメリカはしてるんですよ。こんな不公正なことがどこにあるんですかね。だから相手が補助金を出せば不公正。ね、自分の国が、自分の国の企業に補助金や、あるいは業界に5兆円というですね、膨大な援助をする。それは問わない。ね。これがアメリカなんですよ。で、誰もそれは非難しないんですよ。もうアメリカがもうこれは中国のこれは不公正だと言うと、ああ、そうだそうだそうだ。で、アメリカが全部従いって、はい従います。これが現実でしょ？うん。
日本もちゃんとアメリカの勧告に従って、じゃあ、ファーウェイを日本では使うなと言えばピタッと止まってしまいましたね。そういうふうにですね、アメリカの言うことは何でも正しいと。しかしながら、アメリカも中国に負けないぐらいですね、個別の企業を支援し、そして業界を支援してるではないかと。これはもう歴史とした事実でアメリカが発表してるんですから。ね。うん。もう、チップス法という法律を議会で通してですね。で、そして、もう、日本のお金したらですね、何十兆円というですね、予算を取って、そして5年間にこれだけのですね、支援をするっていう計画的にやってるんですから、もう中国より規模が大きいんですよ。うん。ね。しかしながら、中国が、これからの企業、半導体、その他にですね、補助金を出すと、ほら、見たことかと。中国はこんな不公正なことをやってると言ってですね、ピタッと 100% の関税、50%、25% の関税とかけてくるんですね。私別にアメリカ非難してるわけでも、中国の味方してるわけでも何でもないんですが、これが事実だということなんですよ。そしてその事実が通って、誰一人としてアメリカを批判する者はいない。ね。でも私、中国も不思議だなと思うんです。よっぽど自信があるからかなと思ってるんですけど、こう、中国に負けないぐらい不公正なですね、特定の企業、あるいは業界にですね、中国に負けないぐらいのこの支援をしてる事実があるわけですよ。アメリカが発表してるんですから。だったら中国はなんで、アメリカはこれだけの不公正なことをやってるっていうことを、まあアメリカが発表してるんですが、発表した数字をですね、世界に出して、うちの支援なんかわずかなもんですよと。こういうことを言わないのかなと、私ちょっと下せないんですけどね。それはなんか事情があるのかどうか、ちょっとわかりませんが。まあ、いずれにしてもこういうことなんですよ。そこで、このアメリカがですね、これほど、この保護主義、保護関税ですね。保護関税を、この年中行ってるわけですよ。アメリカがちょっと弱くなるとすぐ相手国に対して、あとかこうとかいろんな理由をつけてですね、関税をかけてくるんですね。これはもう一つのアメリカの体質なんですね。で、そこで私思うんですけども、アメリカと、仮にですね、アメリカと中国というこの国を比べた場合、ね。ゴルフでもそうですよね。すごく上手な人と上手でない人とゴルフやる場合は、やっぱりハンデキャップ、ハンデをですね、下手な人にハンデをやらないと、これ勝負になりませんよね。うん、これハンデですよ。ね。だからこれは言うなれば関税ですよ。うん。関税というハンデを、この強い人にね、対して関税をかけるわけですよ。そして弱くすると弱いものと強いものとが、まあ、互角にその勝負ができるという、こういうことじゃないですか。うん。ね。で、そうすると、アメリカはまあ、ハンデをもらうということなんですが、その前にですね、アメリカと中国って、どういう、その、ことになってるのかという、こう、ちょっと基本的なことをですね、知っておかなきゃいけないんで、アメリカはですね、基軸通貨国ですよ。ね。うん。もう世界の、その、交易に使われる通貨をアメリカが、その、発行してコントロールしてるというですね、どこの国よりも、有利な、ね、特典ですね。特権を持ってるわけですよ。中国はそんな特権はないわけですよ。ね。アメリカは特権を持ってるんですよ。ね。あらゆる面で。まあ、軍事力においても何においてもそうですが、アメリカは未だにまだ覇権国家なんですよ。ね。だから、強くなきゃいけないんですよ。もう何にもしない場合、何の条件もつけなかった場合、アメリカがダントツになって、いいはずなんですよ。ね。それがなんでそんな強いアメリカが弱い中国に関税をかけて弱めなきゃいけないのかという、この基本をですね、皆さんよく考えた方がいいと思いますよ。うん、互角、まあ生まれつきこちらが丈夫に生まれて、こちらが、この子供はもう弱い、ね、弱く生まれたんだと。だからこの弱い子を、このいろいろ保護してやらなきゃいけないんだというのはわかりますよ。ところがアメリカと中国がおぎゃーと生まれた時ですね、アメリカはものすごい強い、ね、基軸通貨国というですね、非常に強い立場なんですよ。中国は弱い立場なんです。これがスタートラインですよ。ね。そうしたら中国を保護しなきゃいけないっていうのが普通なんです。ところが今、まあ歴史的に戦後の歴史をずっと見ていくとですね、経済の歴史を見ていくと、もう圧倒的にもうアメリカは年がら年中いろんな国にですね、関税かけてるんですよ。もう世界で最も強い立場にあるアメリカが、世界のあらゆる国に関税をかけてるっていうことはどういうことなのか、よーくこう考えた方がいいと思いますね。うかつにものは言えませんが、まあ私思うにですね、うん、もうアメリカは終わったんじゃないのという話ですよ。うん。ね。ずっとしか言いようがないんじゃないですか。こんな強い条件が与えられて、あらゆる特権を持ってるアメリカが、ね、弱い国に対して年がら年中関税をかけておかないと、アメリカの産業が持たない。
ね、アメリカの貿易収支が赤字続きで破綻すると。これ、ずっとそれが続いてるんですよ。っていうことはもう終わったんじゃないですか。あと、尻拭いをしてるんじゃないかななんて、うがった言い方をしておりますが、まあ、何事もですね、アメリカも生き物、中国も生き物、日本も生き物、ね。生き物はですね、いつまでも生きているわけにはいかない。ね。ある時が来ると、あの世に行くという、これが生き物の差がですから、ね。アメリカという国も生き物、みんなそれぞれ生き物が運営している生き物なんですよ。マーケットも生き物、経済も生き物、すべて生き物です。ね。生き物には命がある。ね。こういう、まあ、何点でしょうか、原始的なこともですね、少し頭の中で入れておく必要があるのではないかと。そういうようなベースをこの頭の中に入れて、それでアメリカとか中国とか日本とかいうふうな見方をしていく。ね。アメリカも日本もみんな同じだというふうにして見るんではなくて、みんなそれぞれ違うんだと。生まれが違うんだと。そして生まれたばかりのもいれば、もうじきあの世に行く人、そういう人もいるんだということ。こういうですね、まあ人間の差がとでも言いますか。こういったこともですね、たまには認識しておく必要があるのではないかという今日のお話でございます。では今日はこれで終わりといたします。